ということで皆さん、バフされて勝率が爆上がり定期イレリアやっていく定期です。やっていこうと思います。はい、どうでやっていこうと思うんですけど、今回対ガレンですね。ガレン相手はね、相当有利だと思う。正直印象的にね、わかんないんだけど相当有利だと思います。序盤はね、イレリア結構弱くなっちゃったからどうなんだろうなってとこあるけど、まあ、とりあえず1レベル殴り合ってみますか。本当にどんぐらい弱くなったのかと見に行きましょう。1レベル殴り合ってテレポートあるしね、もう最悪殺されたとしてもなんとかなる、なんとかなります。やっていきましょう。まあ今回ね、4スタックで OK になったので999ミニオンに使ってガレン突っ込んでいこうかな。ギリギリ間に合ったな。ラグ、いや、これね、すげえ弱くなってるわ。もっとね、キルまでいけたと思うな、昔のイリリアなら。どうだろう。僕もそんなすげえ使ってるわけじゃないから。結構昔使ってたんだけど、確かにダメージは低くなってる気がする。それとも、柔らかすぎて、あんまり殴り合えなかったからそう思ってるのか、わかんないけど。まあ、弱体化はされてる感あるよね。で、今回一番のでかいバフは、この Q の追加ダメージが増えてるってことだね。すごい早い段階でこういうミニオン一発で倒せる。まあ、つってもさすがに、その1ベーブ目では無理だけどね。無理なんだけど、すげえ早い段階でワンパンできるんだよね、こういうミニオンのこと。だったんだけど。で、ガレンこれボットテレポートしてるけど、全然傷があった。話してるせいで全く傷があったんですけど。あ、ちなみに、話変わっちゃうけど、このガレンのテレポート、やばいです。絶対やらない方がいい。絶対やらない方がいい。これ、ダブルキル取れてやっとイーブン。ダブルキル取れなきゃ、レーンで粉々にされてるだけ。一番良くないテレポートだね、ああいうのは。気をつけましょう。お、勝ったのか。わ、勝てるっしょ、さすがに。おい、見えない見えない見えない、ミスったミスった。まあさすがに今のは勝つね。 W でダメージ制限して、あとこのミニの中で、え、なんか9ミスったんだけど、最悪。え、9もクルダン入っちゃったし、9もクルダン入ったんだけど。え、見えないんですけど。下手っぴさ、ガイジ君。スキル回しが下手。ほんまに？バテが SA 関西弁使うとる言うとるんか。あー、ほんまか。そんなつもりないねんけどな、そんなつもりないねんけどな。あ、皆さん、これ大事。あのね、いろんな段階でね、 Q をね、こういうミニオンに使ってみてください。これ覚えとくといいから。で、これ覚えないとダメなんだよ。このどの時間帯 E でどんだけダメージが出るか覚えてないと仕掛けれないから。だから今ね、一発で飛ばせたじゃん、こういうミニオン。だからこのルートがもう成立してるわけ。例えばこの辺からこれ、このルートで仕掛けに行けるってことだから、これ覚えとかないとさ、例えば W で変に調整したりさ、そういうことしちゃうじゃんね。だから覚えとかないといけないね。あー、トップレーン終わりだ、最高。いやー、トップレーンやっててよかった、こんな気分いい思いができるなんて。ねえ、みんな。え、なんだ、え、びっくりした。あれ、テレポートかと思ってね、ビビってた、ずっと。ずっとこれをテレポートだと思ってビビってました。あ、そうするね。いいね。いやー、スピード感があって楽しいチャンピオンですね。強っ。ガレンワンパンだからね。ワンパンとは言わないか。ワンコンで終わりだからね。タワーあるのに。もうサスティンですよ、皆さん。このサスティンよ。もうマックスですよ。
セイビー全然だな。相手マジックダメージ多い。いやでも本当このチャンピオンさ、なんか時間帯に合ってない強さあるんだよね。なんでこんな強いのっていう。育ってないよりなんでこんな強いのってことよくあるからね。本当このチャンピオンは。ナイス。え、スティールされてる。アミウムに。すごいね、あのアミウム。でこれ基本的にウルトを使ってからね。ウルト使ってからの方が当たりやすいから。いい。いいね。ナイスナイス。味方強いな。でリリアすげえ強いんだよな。なんかわかんないけど。まあ、すの。これでちょっとスタック維持したいな。え、ちょ、死んじゃう。オータックのダメージが高すぎて。死んでしまう、ミニオンが。え、これさ、殴るんだけど、これスタック維持できるんだ。初めて知った。初めて知ったかも。前は知ってたのかな忘れてたのかもしれない。え、もうもう何も向けくない。そうそうそう。これ変えるでしょ、多分グリーンスを。お、びっくりした。ちょっと見て。ちょ、みんな。このさ、リコールで飛んでくるヘリがカタリナかと思ってね。今びっくりして。リコール止めちゃった。これカタリナかと思ってびっくりして止めちゃった。くそ。クソスキンが。クソスキンのせいでびっくりしちゃった、今。なんでそれ。行くわ。アムムウルト使ってないよね。まだまだ使ってないね。イモシ発動しちゃう。発動したくない。え、ミニオンいなくなっちゃったんだけど。まあ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 、働きました。働きましたけど、え、これ負けるんだ。うわー、MF 結局倒しきれなかったな。わお。どうも皆さん、いかがだったでしょうか。まあどうなんだろうね。まあプレイ感はね、ダメージの出力っていう点で言うとね、そんなに変わってないかなって気はするんだけど、あれ、あの Q がね、 Q でめちゃくちゃそのミニオンにとどめさせやすくなってるから、すごい初心者でも使いやすくなってるなという印象でした。まあ強いっすね、強いっすねって感じ。まあでも結局難しいなと結局難しいなという気がしたので、まあ、使う人はね、覚悟を決めて頑張ってください。恐れることはない。ジジイ。お前の死体は無駄にしない。